出たい人君だったな。違う、坊主の君。もう決まった。さあ、もうじゃあちょっと写真撮らせてもらっていい？あ、出るね、出るね。さあ、はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、名前は？名前は？カンタ。はい、カンタ、はい、撮るよ、こっち見て、こっち見て、指入れんな、ほら指入れんじゃねえぞ、ほら。はい、はい、カンタ、カンタ、はい、こっち、はい。えらぬぬらりひょん、ぬらりひょんの孫、ぬらりひょん、ぬらりひょんの孫。じゃあみんなね、ぬらりひょんって言ってるからね。おい、ぬりーぞ、カンタのさ、写真どうなってんだろう。さあ、カンタの写真どうなってんだろう。そういう、カンタ、カンタ、こっち。ぬらりひょんバーサスカンタであります。ここは謎の岩山でありますが、この岩山の頂上にありの人物が。そう、この二人一体誰だったのでありましょうか。みんなわかると思うけれども、まずぬらりひょんであります。カンタ、カンタ、カンタよ、この人めっちゃ気をつけようではないか。さあ、睨み合うぬらりとカンタでありますが、果たしてこの勝負の行方どうなってしまうのか。次の瞬間、大爆発が起こりました。さあ、ぬらりひょん勝つか、カンタ勝つか。カンタ、カンタだと思う人。あ、人気じゃん、カンタ。ぬらりひょんだと思う人いないね。さあ、はいはいはい、圧倒的な支持を得たカンタでありますが、勝ったのはどっちか。カンタ、ほら、カンタでーす。カンタでーす。ぬらりひょんよ、これで懲りたことだろう。これからは仲良くやっていこうじゃないか。ぬらりひょんとカンタすごい仲良しになってしまいましたが、果たして明日はどんなお話になるのでしょうか。ぬらりひょん VS カンタ、はい、これで暗くなってきたことですし、今日の紙芝居はおしまいです。ねえ、まあお兄ちゃんは国立